渋谷区にある太田記念美術館で今、川鍋暁斎躍動する絵本が開催中です。川鍋暁斎は幕末から明治にかけて活躍をした狩野派の絵師で、かつ浮世絵をたくさん制作をしています。今回の展覧会、川鍋暁斎躍動する絵本展ではですね、川鍋暁斎が描いた絵本をまとめてですね、展示をする展覧会となっております。絵本というのは、川鍋暁斎が描いた様々な絵をですね、一冊の本にまとめたものでして、そのページをですね、ばらしまして、全部のページをできるだけ見ていただくようなですね、内容となっております。こちらは骸骨を描いた作品です。人間の骨格をしっかり捉えて描写されていますが、よく見ると背伸びをしたり踊っているかのような姿がユーモラスに描かれています。今回の展覧会で、ぜひ見ていただきたいのはですね、川鍋暁斎の、絵本というのがですね、非常にこう小さな画面なんですけれども、所狭しとさまざまな人間や動物、妖怪たちがですね、まるで踊っているかのように描かれているという点です。近づいてじっと見ていただきますと、かなりですね、暁斎の生き生きとした筆遣い、そして人々のですね、ユーモラスな表情などが見て取れますので、できるだけ画面の近くに寄って観察をしていただきますと、暁斎こんな細かいところまで生き生きと描いてるんだというですね、驚きに出会えることかと思います。ぜひですね、じっくりご覧いただければ幸いです。